デジタルデビルの代表、鈴木和成と申します。ネットでは、鈴木大司教と呼ばれております。まあ、ゲームクリエイターとして長年、この世界に、裏方として、ずっとはびこってきました。代表作は女神転生シリーズか新女神転生シリーズ、これの、まあ、合体とか、魔法とか世界設定とかそういったものをずっと、手掛けてきております。今日はですね、テックシー、東京デザインテクノロジーセンター専門学校という非常に長い名前なんですが、テックシーという愛称で、呼ばれている、専門学校の生徒さんたちを紹介したいと思います。なぜこういうことになっているかというと、私がそこでゲームの、プランニングとかそれからゲームシナリオですね、そういったものをずっと、まあ、教えているからです。こんなところで